では初めの話題です。米沢市の天元台高原スキー場のゲレンデが今日からオープンし、待ちに待ったスキーヤーが初滑りを楽しみました。天元台高原スキー場では歯ブラシ樹氷の中を滑るコースや、圧雪していない新雪のパウダースノーを滑るコースなど、自然を生かしたゲレンデを楽しむことができます。また春までのロングシーズンを楽しめることから、県外のスキー客からも人気を集めています。今年は先月26日から冬山営業がスタートしましたが、十分な積雪がなく、ゲレンデのオープンは延期となっていました。オープン初日となった今日の積雪は30センチ。比較的緩やかな白樺ゲレンデの一部のみの滑走となりましたが、スキー場にはこの日を待ちわびていた人たちが訪れ、スキーやスノーボードを楽しんでいました。初滑りいかがでしょう？そうですね、気持ちいいです。雪サラサラでとても気持ちいいですね。とても滑りやすくて、やっぱり天元台の雪いいなって滑ってます。今年はちょっと雪が遅かったんですけども、シーズンが長いので、やはりゴールデンウィーク明けぐらいまで滑れるので、シーズン券買ってずっと楽しんでます。天元台高原スキー場の営業は来年5月7日までとなっています。来年1月に東京都で開かれる全日本バレーボール高等学校選手権大会、通称春高バレーに県代表として出場する米沢中央高校の女子バレーボール部を応援しようと、 JA 山形沖玉と JA 共済連山形から昨日、米沢牛とつや姫が贈られました。米沢中央高校女子バレーボール部は10月23日に山形市総合スポーツセンターで開かれた県予選の決勝で、山形城北をセットカウント3対0で下し、3年連続12回目の全国大会出場を決めました。贈呈式には部員17人と JA 山形沖玉の若林秀樹代表理事組合長や JA 共済連山形の伊沢義信副本部長などが出席しました。はじめに若林組合長が、3年連続の全国大会出場おめでとうございます、地元のお米とお肉を食べて頑張ってきてくださいと選手たちを激励しました。続いて若林組合長から伊藤里穂キャプテンに米沢牛10キロの目録が、また伊沢副本部長から伊藤美優副キャプテンにつや姫60キロの目録が手渡されました。今年のチームはとても団結力が強いチームだと思っているので、団結力で他のチームにも勝るような雰囲気の良さをしっかりと出していきたいと思っています。支えてくださった保護者の方であったり、先生方、コーチの方にしっかりと恩返しができるように日本一目指して頑張りたいと思います。春高バレーは来年1月4日から東京体育館で開かれ、米沢中央は1回戦で富山県代表の高岡商業と対戦します。では次です。地域の未来を担う子どもたちを支援しようと、米沢信用金庫は昨日、米沢市内で活動している子ども食堂7団体に寄付金を送りました。米沢信用金庫本部で行われた寄付金の贈呈式には、寄付を受ける7団体のうち6つの団体の代表が出席し、渡辺明弘総合企画部長が一人一人に寄付金を手渡しました。寄付金は役員を含む全職員138人から集めた善意の募金の一部で、1団体に5万円ずつ、合計35万円が送られました。子ども食堂への寄付は去年に引き続き2回目です。
渡辺部長が、子ども食堂は地域になくてはならない大切な存在、これからも応援していきたいと述べると、各団体の代表者は、地域の皆さんから応援していただき大変嬉しい、これからも子どもや家族の居場所づくりのため頑張っていきたいと感謝の言葉を述べていました。贈られた寄付金は食材費のほか食育のための農業体験など子ども食堂のさまざまな活動費用に充てられるということです。観光庁では今日冬のボーナスが支給されました。東南沖多摩西2町の支給総額はおよそ9億5000万円となっています。各市や町ごとの支給額を見てみますと、米沢市の一般職は期末・勤勉手当合わせて 2.125 ヶ月の支給で平均が70万4000円、市長は203万6160円で総支給額は4億1420万4580円となっています。南陽市の一般職は 2.225 ヶ月の支給で平均が78万7235円、市長は191万2680円、総額は2億2678万8903円です。高畠町は一般職が 2.15 ヶ月の支給で平均が69万3428円、町長は96万3200円、総額は1億5111万6419円となっています。川西町は一般職の支給が 2.15 ヶ月で平均が74万5283円、町長は191万1000円、総額は1億5876万3231円となりました。高畠町の魅力を描いたまほろば百景絵画展が今道の駅高畠で開かれています。まほろば百景絵画展は高畠町の美しい四季の風景や日常を絵で表現することで高畠町の素晴らしさを改めて感じてもらおうと高畠ワイナリーが毎年開いているものです。今年は町内を中心に園児から一般まで合わせて355点の応募があり、このうち会場には入賞作品42点が展示されています。阿久津八幡神社の三重の塔や旧高畠駅などの観光名所や家族や友人との思い出を描いた作品などが並んでいます。このうち特別賞の一つ高畠ワイナリー賞を受賞した高畠中2年佐藤春日さんのバラの季節のワイナリーと題した作品はバラが咲いた時期の高畠ワイナリーを描いていて、バラの花びらや葉の影の部分を色の濃淡を使って印象的に表現しています。また高畠町長賞を受賞した高畠中3年の岩崎直さんのあの日の燃える空と題した作品は遠い山に沈む夕日と赤く染まった電柱や街並みが美しい構図と色使いで描かれています。主催する高畠ワイナリーでは他の地域に住む人が感じる高畠町の魅力的な風景画も見てもらおうと山形市や米沢市の絵画サークルなどからも募集していて、今後も引き続き県内外に呼びかけていきたいということです。この絵画展は16日金曜日と17日土曜日を除いて今月28日水曜日まで開かれています。続いてはようこそ NCV へ。今日も昨日に引き続き南陽市立宮内小学校の5年生が来てくれました。
昨日に引き続き NCV に見学に訪れたのは南陽市立宮内小学校の5年2組の児童26人です。はじめに FMNCV 沖玉子の新スタジオを見学しました。続いて N トピプラスを放送しているテレビスタジオを見学。カメラマンとアナウンサーの体験を行いました。宮内小学校5年2組の大竹瑛太です。好きなスポーツはサッカーです。3、2、1、9。宮内小学校5年2組の渡辺芽衣です。好きな色はクリーム色です。 NCV 見学してみてどうでしたか？いろいろなことが知れてとても好きになりました。一番楽しかったところは何ですか？アナウンサーです。どんなところが楽しかったですか？最初は緊張したけど、いざ喋るとみんな笑ってくれたりして楽しかったです。